どうもゼロゲンと申します。はい、というわけでポケットモンスターソードシールドエクスパンションパスの最新情報が5分後になりましたね。はい、この後22時から行われるので、それのね初見反応動画という感じになるのかな。はい、今回はねそれを見ていこうかなと思います。はい、最初ポケモンダイレクトって書いてなかったっけ？気のせいでしたでしょうか？ツイッターの方でポケモンダイレクトって書いてたような気がしたんだけど、まあどっちでもいいです。まあとりあえずね、冠の雪原ですね。秋ぐらいに予定されてる、配信が予定されてる冠の雪原の最新情報が来ると思うので、それをねじんわりと見ていこうかなと思います。で、この YouTube で今見てるんですけども、そのコメントをねニコニコのように、流すことができる、なんていうのかな、機能みたいなものを入れたんで、まあコメント付きでね、流そうと思えば流せるんですけども、チャット欄がね結構はっちゃけてる人が、多すぎるので、ちょっとね画面が見にくすぎるっていうのと、なんかよくわけのわかんないコメントとかがねやったらめたら流れてたのでやめました。はい、人が多すぎるとこういうことになるんだね。ニコニコぐらいで見るのがやっぱちょうどいいんやろね今は。はい、まあそんなわけでね、まあどういうのかね、今回ニコニコの方でもやってたのかな。まあ本当はコメント付きでなんか動画撮った方が良かったりするんですけども、まあしょうがないですね。まあそれはまた次回というか、まあなんかチャンスがあれば米付きでまたやろうかなと思います。で、まああと3分あるんで、まあでも最新情報どんなんが来るかなって予想するにしても、まあ冠の雪原なんで、まあついに伝説のレイドバトル的なものがね、やってくるので、これね思ったんですけど、伝説のレイドバトルがその冠の雪原で来るんですけど、でアニポケの方もね次回から、金曜日になるのかな、金曜日からポケモンアニメのポケモン引っ越しするんですけども、その初回の放送が、伝説のレイドバトルのサンダーだったかな、うん、っていう風なタイトルだったので、もしかしたらアニポケの回となんか同日に配信するんじゃないのかなとちょっと思ってます。なので今週の金曜日かな、今週の金曜日に、うん、冠の雪原配信しちゃうんじゃないのかな、わかんないですけども、まあどっちにしたってそのアニポケとタイミング合わせてその前後ぐらいで出してくるんじゃないのかなってちょっと睨んでるんですけどもね。うん、まああとは今まで公開されてなかった情報とかも何か来ればいいかな。でもなんだろう、冠の雪原ポケモンがまた増えるっていうのがもう個人的にはでかいからね。ついにあれかな、ガブリアスくんが来てフライゴンくんの居場所がなくなってしまうのかも知れないですけどもね。はい、まあ最近ちょっとポケモンの方もやってないんでね、ちょっとまた冠の雪原でね、まあやっていこうかなという感じですけども、なんだっけ、ポケモンバンクじゃねえや、あいや、もうちょっともう始まるやその話はいいや。はい、ポケモンホームだ、そうそう、ポケモンホームでちょっと眠ってるポケモンもまたソードシールドの方に持っていけるんじゃないのかなって思うと楽しみですね。もう結構それだけで楽しみだったりするんだけどね。あ、ぼちぼち来ますかね。はい、ぼちぼち来ますね。というわけで今回も見ていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、というわけで10秒前ですね。この YouTube のプレミア公開のこの仕様をなくしてほしいな、これ
無駄に時間かけてるだけだよなこれ。さあやってきまーす。あ、皆さんこんにちは。どうもどうも。株式会社ポケモンの石原さん、こんばんは。本日はポケットモンスターダシアンザマゼンタ、かわいいシールドについての情報を紹介していきます。まずはエクスパンションパスに関する情報です。まずは、なるほど、こちらをご覧ください。それポケモンスリープとかの情報も来るんかな。お、新映像かな。うん、チャンピオンタイム。ゾロアークからの、来ました、冠の雪原来ましたね。来た、ガラルファイヤー、ヤドキング、ブーバーン、玉ざらし。今の何だった。モスノーちゃんが痩せている。あ、クレベース、ニドキング、シル、カイリュー、フリーザ、フリーザ普通に飛んどる。そして伝説のレイドバトル、ジカルでクレセリア、あー、スイ君もダイマックスアドベンチャー。何それ、え、何それ、おー、すげえ、伝説がいっぱいだ。レックザいっぱいいる、伝説いっぱい、これは楽しい。おお、なんだ、ガラルスタートーナメント。タッグバトルや。お、兄弟で組んどる。あー、兄弟で組んどる。これは上がるね。あ、斎藤ちゃんと組んでる。こっち、こっちは選べるんかな。うわ、マスタードさん来とる。うわー、やべ、これ上がるね。あー、ガブリアスちゃん来たー。これやべ、オールスターじゃん。ミュウツーさん、ルギアさん、ホウオウさんに、グラードンさんに、あー、ギラティナさんに、ゼクロムさんに、あー、イベルタルに、あー、もういい。豪華すぐる。レジ系もみんな、いるね。新しいレジ、新レジ。うわー、やべ、かっけー。うわー、パーフェクト。これは上がりますね。いかがでしたでしょうか。オールスターですよ。ガラル地方での新たな冒険が可能になる冠の雪原について振り返ってみましょう。ウルトラビーストはいないのかな、さすがに。冠の雪原では雪が降り積もり、白銀の景色が広がる冠雪原を舞台に、新たな出会い、新たな冒険を楽しむことができます。これからの時期にぴったりですね。主人公はこの冠雪原でピオニーから大人隊の隊長に任命され、吹雪舞う雪原や、あの人すげえローズ委員長に似てんだよな。レイドバトルでしか立ち入ることができなかったダイマックスアドベンチャー、ポケモンの巣の中など様々な場所の調査に赴きます。巣の中自体をそのまま冒険するのかな。このガラルサンダー、ファイヤー、フリーザーたちが数多く生息をしています。ガラルフリーザーがいつ切って割れてるのか面白い。冠の雪原での冒険を経ることで、これまでのポケットモンスターシリーズに登場した全ての伝説のポケモンたちを、幻のポケモンも追加してください。中でもダイマックスポケモンが生息していると言われるスアナを調査する、ギラティナ、ギラティナじゃねえや、リアルがだ。では多くの伝説のポケモンたちに出会えるようです。もう一気に解放されるのがすごいね。スアナを4人のトレーナーたちと協力して調査していきます。ほう、道中で野生のダイマックスポケモンと戦いながら調査を進めていきましょう。あー、なるほど、どんどん進めていくんやね。冠の雪原での冒険を進めていくと、ガラル地方で出会ったポケモントレーナーたちとドリームタッグを組んで、これすごいな、戦いを繰り広げる、これ熱いな、ガラルスタートーナメントに挑戦できるようになります。タッグを組む相手はポケットモンスターソードシールドと、ポケットモンスターソードシールドエキスパンションパスに登場したトレーナーたちの中から自身で選択することが可能です。あ、自分で選んでいいんだね。やっぱりパートナーや対戦相手によってはポケットルリナ野郎で組んでるのがエモい。シールドでは見ることのできなかった新たな一面を垣間見ることができるかもしれません。冠の雪原での冒険をぜひお楽しみください。本当オールスターズやもんな、これすげえ。エキスパンションパス第2弾
冠の雪原は10月23日に。あ、10月23。あ、だいぶ後でした。全然俺の予想は。ソードシールドとエクスパンションパスがセットに。あ、一緒になったやつや。11月6日に発売します。あ、これから始める人も嬉しいね。ガラル地方をまだ訪れたことがない皆さんも。これね、もう一個スイッチ買ってね、シールド買いたいんですよね。その時はこれ買おうか。そして今回の冠の雪原の1ヶ月後ぐらいだね、ちょうど。特別なピカチュウたちが皆さんの元にやってくるようです。なんやと？あー、サトシピカチュウ！仲間にする合言葉は、今後様々な場所で。かわいい。サトピカだ。ただいまよりその一匹目をこの合言葉で。初代サトシの帽子だ。初代だっけ。あれ、ピカチュウたちとの冒険を楽しんでください。ゲットしたいね。これはポケモンホームに関するお知らせです。あ、ホーム、ちょっともうちょっとやりやすくしてくれませんかね、いろいろ。ホームの方はついにポケモン GO とポケモンついに連動きますか。この連携によりポケモン GO で捕まえたポケモンたちがポケモンホームを通じてポケットモンスター、ソード、シールドの世界を。これで色違いポケモンがめっちゃ出てくるんちゃうのこれ。さらに今回俺全然やってないからあれだけど、ポケモンホームへポケモンを送り出すと、ポケモン GO ではマップ上に幻のポケモンメルタンが登場する。メルタンのやつか。不思議な箱が開けられるようになります。またポケモンホームには幻のポケモンメルメタルがプレゼントされます。あ、マジ？あ、メルメタル持ってなかったから。メルメタルはめっちゃ嬉しい。これまで手に入れることができなかった。え、何これ？巨大マックス。することが巨大マックスメルメタルです。すげえ。特別なメルメタル。上半身に比べて下半身が貧弱すぎるだろう。強力な巨大マックス技を使いこなしてみてください。おお、巨大マックスメルメタルや。ポケモン GO とポケモンホームの連携は。2020年内の開始は。あ、20年内ね。なるほど。今しばらくお待ちください。いいよいいよ、待つよ。本日ご紹介するゲームの新情報は以上になります。以上。そして最後にもう一つ発表があります。 おっとっと、エキスパンションパス第2弾冠の雪原の配信を記念して、ポケモンとバンプオブチキンによるスペシャルミュージックビデオを制作いたしました。バンプ。こちらをご紹介して終わりにします。あ、もう終わり。でもそれではご覧ください。あ、割とまあエクスパンションパスの情報だけだから、まああれだけど、バンプとコラボすんの？マジ？お、すげえ。どっかで見たような構図やなこれ。完全アニメや。あ、これ動画にするとき音消しとかんとあかんかもしれん。削除されるかもしれん。歴代の主人公いるやん。大悟さん、みくりさん、白菜さん。おお、動くね。リリア、かわいい。あ、時間が戻ってる。ってことはレッドさんやね、やっぱ最後は。そしてソードシールド。めっちゃ動くやん。マリー、今のマリーめっちゃ可愛い。バンプのビデオだけどめっちゃかっこいいやん。何これ。すげえ。あ、ザマゼンタ雑誌やん、かわいい。あ、博士が集合しとる。あー、御三家がいっぱい。すげえ。
あーすげえ、下りと上りだったっけすげえこれ、またすごいな。あーミュウさん、ガッチャ10代しか思い浮かばん。居眠りしてないすげえ、これもオールスターがすぎる、すごいな。これアニメのオープニングとかならんかな、ならんだろうなすごい、すげえなこれ。寝た、寝るんかいなるほど、という感じでございましたな今回は。いやーすげえ、まあ時間的には10分ぐらいかな、ソードシールドのエクスパンションパスの情報だけだったんですけども、あーでもすごいなんかファンサービスというか、いろいろとね情報がギュッと詰まってた感じのダイレクトって言っていいのかな、ダイレクトでしたけども、バンプの歌良かったなあれあの PV すごいな、あれ歴代のキャラクター全部いなかった、全部ではなかったけどほぼいたような気するで、メインのキャラクターはすげえ。で冠の雪原もまあでも言うてそうだね、新しくポケモンの巣の中をああいう感じでみんなと冒険しますよっていう感じの映像は見れましたけども、うん、あとはガラルのねみんなと組んでタッグを組んでトーナメントを行えるっていうやつぐらいが新情報だったかな。いやーまた冠の雪原来たらやらないとあかんですね多分。またねポケモンが新しく来るのでいろいろとね環境も変わると思いますのでね、あー楽しみですね、早くまたやりたいです。1ヶ月後か、10月23日だったかな、まだだいぶ先だけども、まあ楽しみに待っていましょうということで。あとポケモンGOとの連動ですけども、まあ自分ほとんどやってないんだよね、田舎なもんで移動手段がほとんど車なもんでポケモン GO をやる機会があんまりなくてという言い訳なんですけどもね、歩いてないからな、ほとんどポケモン GO 一応ダウンロードはしてるし、ちょいちょいなんかやってたりしますけども、まあもうがっつりやってる人とかもう色違いのポケモン死ぬほど持ったりするでしょ、そういう人たちは全部ソードシールドに色違い持ってこれるって考えたらすごいいいね、うん、まあまあまあそこまで自分はいいかな今からやってもなっていう感じもあるしね。はい、というわけで、ポケットモンスターソードシールドのエクスパンションパスの最新情報を反応してみました、反応してみましたっていう言い方もあれだけども、はい、というわけでね、10月23日かな、楽しみに待っていましょう。その時になったらねまた多分生配信とかでやると思うんで、その時はよろしくお願いします。やるかな、その時なんか他にもやるゲームいっぱいありそうな気がするからあれなんだけども、いや10月23日ならまだ大丈夫なはず多分11月がねやばいんですよ、11月がねもう固まりすぎてるんでね、うん、やりたいゲームが、はい、まあそれはまだ別の話ですけども、うん、あそうウルトラビースト結局来なかったな、あウルトラビーストは出さないのかな、あまあいいや、というわけで今回は、こんな感じで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。